きなアウトドアショップだな。専門店だからな。お、川下り用のカヤックまで置いてあるぞ。川下りか、それも面白そうだ。さすがにカヤックは買わねえからな。中央エスカレーターの前に来てって言ったからこの辺に来てるはずだけど。あんちゃん、こっちだよ。小羽、お待たせ。結構待たせちゃったね、ごめん。ううん、大丈夫。みんなでお買い物するなんてあんまりないから楽しみだな。そんじゃ、早速必要なもの見ていくぞ。まずは当屋の寝袋だったか。ああ、できれば機能性の高いものを。ん？ここにあるマットは何のためのものなんだ？ああ、それは寝袋用のマットだよ。父さんが買ってきてたからうちにもあるんだ。寝袋用のマット？テントと寝袋があればいいんじゃないのか？テントの中で寝るにしても地面が冷たいと結構寒いでしょ。だから寝袋の下に敷くんだよ。なるほど、確かにこの季節ならあった方がいいな。ん？こっちの缶のようなものは、確かガスカートリッジって言うんだっけ。おお、上にコンロつけるやつだろ。山でもコーヒーを飲んだりできるらしいな。入れたてのコーヒーを飲めるのか、それはいいな。自然の中で飲むコーヒーはまた一味違いそうだ。しかし買うつもりがないものも見ていると欲しくなるな。予算をオーバーしない範囲なら。ん？これは説明書きがあるな。なるほど、濡れた食器を干したり小物を仕分けたりするのに使えるのか。こっちは材料を入れてから転がすとアイスができるボール、そんなものまであるのか。別にいいけど、全部見てるとキリがねえぞ。青柳くん興味津々だね。こういうの見るのって結構楽しいもんね。あ、小羽、このランタン可愛くない？私買っちゃおっかな。こっちのクッションも可愛いよ。本物の丸太そっくり。おいお前ら、電車とバスで行くの忘れんじゃねえぞ。持ってけるもんは限られてるからな。はーい、お母さん。誰がお母さんだ、誰が。お、このチェアいいデザインだね。この音叉のようなものはバーベキューフォークか。こっちは調理器具にもなるコップ。キャンプ用品にはこんなにも面白いものがあるんだな。ついに明日はキャンプに行く日か。朝も早いからそろそろ寝なくてはな。必要なものはすべてバックパックに入れたし、目覚まし時計もかけた。あとは寝るだけだ。眠れないな。妙だな、こんなにそわそわするのは初めてかもしれない。大きなコンクールの前日も集中すれば眠れたんだもん。今回はいつもとは違う感覚だ。ああ、そうか。これが遠足前に眠れないという現象か。これもいい経験だな。ここがキャンプ場か。到着。わあ、綺麗なところだね。うん、
他のお客さんもあんまりいないし、本当に穴場のキャンプ場って感じだね。いいところ教えてくれてありがとう、アキト。おう、ま、見つけたのは親父だけどな。時間が読めないバスに乗るからちょっと心配だったけど、ちゃんと予定通りの時間につけてよかったね。だな。どっかの誰かみたいに寝坊で遅刻するやつがいなかったのは何よりだ。それじゃあ早速テント張れる場所探そうか。あ、行こう。